やめてよ。これなんかちょっとさ、あれだよ。いい女みたい。何がどこが？何がキッチンに立ってて。え、レイが潔癖だっけ？うん。え、潔癖なの？え、じゃ自分食べるとこで決めて。え、マナ入れないからさ。マナ筆入れないで。え、何よ？だから言ってよじゃん、どこだって。無理なのうち。だってレイがだけだよ、だって普通に。え、でも普通人がや、あ、入れたじゃん、今。え、だから言うの遅いからじゃん、全部。私、潔癖なの。何が？レイカ潔癖なのね。え、レイカさ、普通にさ、わがままばっかり言ってるじゃん。いつも。じゃあ、なんでバクたの？みんなでやるもんじゃん。だけどさ、自分がさ、なんかさ、その雰囲気さ、壊してるの気づかない。ねえ、でも一番キレてんの、まなみだから一番雰囲気壊してるよ。そうだよ。別にさ、人に合わせればいいじゃん。なのにさ、そっちがいつもキレてさ、いつまでになる。悲しいかもしれないけど、私だって泣きたい時はあるんです。私だって我慢して生きてるんです。一緒に頑張ろうね。笑ってるもん。笑わないでください。悲しい時もあります。さて、大食い選手権。待って、もう一回もう一回。さて、大食い選手権始まりました。今日はですね、カニカマ1キロ食べるという企画なんですけれども、最後の一口になりました。ジャンボ桜子。食べ終わった。飲み込むまでが勝負です。お茶で流し込むジャンボ桜子。いけいけ、山形が生んだ。顔やばいから。ジャンボ桜子、いけるか。よしいけるのか。はい。ない。あ、よっしゃー、食べられましたー。ジャンボ桜子、カニカマ1キロ選手権優勝だー。さて、今の感想は。いや、本当にここにかけてきたので。はいはい、よかったです。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございます。あの、ちょっと食べすぎて、あの、目の下にあの、ちょっとニキビみたいなのが、これですね。じゃあ、これ食べすぎでできちゃって、それについてはどうお考えですか？そうですね。なんかそのことも踏まえて、まあ、練習したい。という、今後ね、はい。あ、本当におめでとうございます。さて、あの、この賞金、4万円は、はい。4万円はどうお使いになる予定でございましょうか？そうですね、はい、今、退院したばっかりなんですけど、そうですよね、はい、入院費に当てたい。まだ払ってない。そうですね。借金されて。そうです、あの、来週払うのなので。あ、そうなんですね。本当にお疲れ様でした。来週はですね、今回優勝されたので、来週のステージに進むことになるんですけれども、はい、来週は、キムチ1キロ食べ放題。ということで、頑張ってください。はい、頑張ります。それではまた来週。さよなら、ジャンボ桜子。